はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼4実況プレイ、今回が第58回目、よろしくお願いします。はい、このクラブワールドカップもまた再びサンパウロの方に舞台が戻りまして、で地区予選の準決勝を戦っていくことになります。それで、プレイをする前にサンパウロのスタメンを設定しようと思ってた時に気がついたことがいろいろあって、まあ一つ目はね、相変わらず、マウリシオ君は契約の関係で、スタメンは欠かせないということを言われてしまったのと、もう一つ、うちの新しい11番として抜擢した新田君がね、なんか様子がおかしいんですよこの LV って書いてあるところにご注目ください新田君、こんな弱かったっけ新田君前の試合でこんなに弱かったっけなんかね、1回戦の時の何でしょう、あの不調っていうか活躍ができなかったことがどうやら精神的にこう応えてしまったらしくて、しょんぼり返ってしまった結果、新田君が弱体化しましたそんな新田君が弱体化した一方で、その弱体化を喜んでたメンバー2人、ジュー君、ベルナルド君のレベルがグーンと上がってます弱体化によって体が強化されてしまったっていうね、あの面白いことが起きてるんですけど、でもね、新田はね使ってて面白いから、この試合でもスタメンで、出すつもりです。そこは、うぷ主ひいき枠ということで先発で使うんですけど、あのね、ベルちゃんがね結構頑張ってレベル上げてきてくれたから、よくわかんないけどね、新田くんのエキスを吸い取ったのかもしれないんだけどそんな新田くんのエキスを吸い取ったベルちゃんがそこそこ強いんですよ。でね、一方でテスタくんがね、なんかあの置いてきぼり食らってる感じがするから、あの本当はね、マウリシオに変えてベルちゃんを出したいんですけど、どうやら契約の関係でそれはできないって言われちゃったから、今日はね、ちょっとテスターがね、ちょっと置いてきぼり食らってるから、信頼できる男のポジションに、今回単発でスポットでリベリーノ君を置いてみます。そして8番の位置にこんな感じ、マウリシオで、ベルちゃんはいつもの3番に戻るっていうね、こういう形をちょっと、取ってみたいと思います。よしね、オッケー。そしたら本日の対戦相手の情報を聞いていきましょう。ディアスのワンマンチームだ。分かっていると思うが、ディアスの個人技だけでも十分手強いぞ面白いな。オッケー、ディアスって感じだね。よし、作戦、ディアスを自由にさせるなちゃんと捕まえとけと、ボールはディアスに集まってくるぞこれコンピューターの AI のプログラムをバラしてんじゃないのAI をさらすロベルトボールはディアスに集まってくるぞ、そういうことね、そういうチーム苦手なんだよな、前から。あのドイツとかがね、そういうチームなんですよ。あのシュナイダー君にとにかくボールを集めてくるチームでね、そういうチームがねすごい苦手なんですよね。よし、じゃあ頑張ろうね。マウリシオ君もこの試合を終えてなんか変わってくれると嬉しいんですけどね。テスタ君を下げてまで出してるからね、契約の関係があるからよし、頑張ってもらおう。キックオフ、よし、行こうぜみんな。よし、頑張ります。ドボシコくんどこにでもいるドボシコくん、あれかな、兄弟多いのかな、30人兄弟とかだったりするのかな兄弟ほとんどがサッカー選手みたいな。
し、パスカル。よかったね、パスもらえて。おお、ベルちゃん。ああ、届かないか。おお、こんなとこまで来た。うまいね。これがディアスに繋がるのかな。お、ディアスに石崎。ディアスに石崎。なんと。じゃあやろうか。顔面ブロック。きたー。何で来るの。お、前転シュート。おっしゃー、うちだって。SARU。クソったれー。うりゃー。ナイス石崎。ナイス石崎。よし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 。よく止めた。よく止めた。ここでもう一回奪おう。チュルシオくん、チュルシオくん知ってますよ。これはディアスに、ディアスにパスか。お、ネルソン。おお、ベテラン、ベテランの味。ナイス、助かった。お、パスカル、パスカルくん来た。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。石崎ガッツ348マウリシオ、うん、じゃあここはあえて勝負しよう。頭脳的なドリブル、これを見ろ。頑張れ、頑張れ。ガー、取られたか。やるなパスカル。でもあそこはね、男として勝負したくなったんだよな。お、ニッタ、届かないか。よーし、焼き林、大きな手。くっそー、やるな。やるな、向こうのゴールに対する執着心っていうかね、粘りを見た気がする。よーし、負けないぞ。うちにだって翼がいる。リベリーノ、ちょっとね、慣れない信頼ポジで申し訳ないんだけど、いろいろと契約の関係があってね、あのユース上がりの子を外すわけにいかないから。よし、つ、おお、ナイスパス、ドライブオーバーヘッド、いけキャプテン。よし、決めてくれ翼。よし、よし、よく決めた。そして根を抱き合う二人、いいなこれ。よっしゃー、アントニオ。よっしゃ、オッケー、ナイスカット。よーし、ベテラン、うーん、ディアスげる。来るな、向こうも来るな。勝負しよう。41歳。よっしゃ、ナイス。今度は負けない。よっしゃ、よくかわした。うん、うん、これはちょっと焦りすぎだ。よし、このままネルソンさんでいこう。サル、任したぞ。そこは山猿バスター、いけー。左と右の猿の名前はチョンボとナンボくんです。よろしくねー。なあ、わしらだ。くっそー、やるなー。くっそー、石崎どんまいどんまい。
よし。お、行くぞネルソン。勝負。やるな。戻れ。よし、猿ガッツないもんな。でも行こう。勝負だ。頑張れ。取れない。お、行くぞマオリシオ。ユースから上がってきたばっかりなのに。もう評判を聞きつけたか。抜かれた。やばいぞ、来たぞ。よし、リベリンドッチ止めてくれ。強い。戻れ、似たそろそろ来るか。そろそろ来る気がするけど、行こう。タックル、やっちまいな。惜しい、オスカ惜しい。次、12。取れない。じゃあ最後の砦で、おっ、勝負。頑張れ、やえば。なあ、抜かれた。何人抜いたんだ。すごいな、さすが天才ファンディアス。まだ来るか。いつだっけ、ブロックにしとこう。お互い2度目の対決だもんな、これ。何人抜き、これ。10人ぐらい抜いてんじゃない、もう。見ろ、翼、サイクロンはお前の技じゃない。なんだって何通常サイクロン撃ってきた。何、しかもプレゼント。プレゼントかい。よーし、負けないぞ。よし、王者の貫禄を見せつけよう。運だな。もうちょい下がってくれ。ジュニエル、よし、ジュニエルからここ、微妙なところに行った。名前に触れたい。よし、行った。よし、軟骨コンビ翼。よーし、ナイス。低いか、でも低いか高いでもよかったな。じゃあネルソンに渡そう。ネルソン、よし、シュート頼む。よっしゃー、ナイスゴール。ナイス、さすがベテラン。よっしゃー、翼は大変だね。石崎と物理的に抱き合いながら、ネルソンさんとはこう精神的に抱き合って、はるばるフランスの方でも美咲くんと抱き合わなきゃいけないし、イタリアではケンちゃんだしね。大変だよ。おっしゃー、ショルダーチャージ、カッコ41。ナイス、いいね。フォーメーションサッカーを思い出しますね、ああいうの見ると。ナイス反則タックル、今のはね結構やばかったよ。ベルちゃん、
50秒おカルビーノ覚えてますよ。お降ってきた。よしこれはチャンス、飛ば一郎タイム。よっしゃ、そっからレーザービーム、ビビビビーリベリーノ。よし、そして残り時間考えると難しいけど、ツオッケー。どうしようかな。ロスタイム大丈夫、敵が来なければ。こっからこっからネオサイクロンだ翼ミロサイ。よっしゃー、サイクロンは俺のものだ。ナイス、かっこいいぜ翼。よし、3対2。このね、3点目は何が何でも欲しかったんですよ。何としてでも取っときたかったんですよ、この前半のうちに。おっつ、よっしゃー、ガッツゼロでも、ガッツほぼゼロでもやってくれた。よし、ナイスプレー。よーし、よく頑張ったサンパウロ。あ、ハイリちゃんだこれあれ、あのロベルトの着ぐるみを着てるらしいですよ、ハイリちゃんは。視聴者で皆様曰くか、あのロッカーの後ろね、あの右から2番目、その覗き穴から見てるのは分かってるんだよよーし、ガッツチェック。お、翼回復したね、ずいぶん。よし、後半はじゃあ、まず、ネルソンで頑張っていこうか。ね。ニッタもいるし。終わり。試合再開。頑張ろうぜ。お、サンパウロボールか。よっしゃ。よし、みんな上がってけ。上がるんだ。うわ、早っ早っ、あの11番早いな。うん、コースないね。こっちかな、スレーゾ。で、うん、ちょっとスレーゾに敵の注意を引きつけて、頑張れ。よし、実費できてんだもんな、大変だよ。バイトしたんだろうな、いっぱい。ブラジルなんてね、そんな安い航空券とかないからね、大変だったと思うよ。意外と石の湯でバイトしていたりして石崎家のね、石崎家からお金をこうもらってる感じがいいね。よっしゃ、ナイス、ネルソンさん。石崎がここで稼いだお金で、仕送りしたお金がそのまま新田のバイト代に変わってるから。この循環ね、お金の循環。でも最近本当、あれですよね、街のお風呂屋さんって見なくなりましたよね。子供の頃よく銭湯行ったりしたんですけどね。うん、取れないか。またあの銭湯のお湯が熱いこと子供にとっては特に熱いよね、銭湯のお湯って。本当にあのまんま素で入れる人はすごいよ。あ、ディアス来た。お、ニッタ頼んだ。
はやぶさタックルだ。頑張れ大学生。しまった。いいね、ちょっと反省してるところがいいね。ジュニ、やばいぞ、すごいところにいるぞ、あいつは。反則に気をつけよう。いつも反則を促してる僕が言うのもあれなんだけど。おお、すごいナイスプレー。おお、ナイス翼。よーし、これ大事にいきたいですね。敵も意外と速いからな、動きが。ネルソン、よっしゃ、上がるぞ。あっがれ、ニッタももっと入ってってくれ。ペナルティエリアの中入ってくれ。ニッタ、ペナルティエリア入ってくれ。間に合わないか、ちょいタイミング的に間に合わないか。じゃあこのまんま行っちゃおう、ネルソンで。よっしゃ、勝負。よし、強い、さすがベテラン。ブロック入ったか。似た、これは空っぽ。リベリーノッチ、ノッチ、ノッチか。よし、お前にはちょっと借りがあるからな。打とう、シュート。取られるか、仕方がない、取り返そう。来た、パスカル、ジュニ。よし、ジュニ、取れない。じゃあベルちゃん、ディアス来た。よし、オスカー、時間を稼ぐんだ、ここでみんなが戻ってくるまで。時間稼ぎのオスカー。よし、ナイス、大丈夫、これで石崎が来る。よし、来た、石崎、前にやってくれ。よっしゃ、任したぞ石崎、ミヤマザルタックル。今度は負けない、これを見ろ。よーし、猿、よっしゃ、ナイスフォロー、ジュニエル。よし、上がろう。上がるんだ、みんな。速攻、翼337。よし、回りしよう。よし、じゃあそうだな、マウリシュにもここに活躍の場を与えるか。ワンツー、やばいかな、シュート。お、いった、よし、いけるか。キャッチか。お、ネルトンさん、よっしゃ、やるな、向こうやるな、なかなか面白いじゃないか。サンパウロのコーナーキック、よし、これは前ちょっとやれなかったことをやろう。ここでニッタで、ここで、フォロー舞台、この辺。ポストの真ん前だけど、ニッタならやってくれる。お、これは低いボールか。よし、低いボールだ。分かってるね、翼。よし、翼ナイス、全員固めてやったぞ、あの辺。よし、翼は分かってます。はやぶさボレーシュート、頑張れ。実費決めてくれ、ニッター。
うわパンチかやるな向こうも。よしナイスモッチ。よしじゃあここはマウリシオにもチャンスを与えよう。マウリシオ、おディアスが来た。ドライブオーバーヘッド。やるな天才。これはスローイン。よーしスローイン来たぞ。スローインタイム。移動する。あ翼が投げるのか。翼が投げちゃうスローインか。そっか。じゃあ俺はネルソンさんにお願いします。あマオリシオ君翼はどこ行ってたんだ。まあ、いっか。行け TKG。 よし行け。よしナイス5対2。よしもらったぜ。アントニオ、そしてカルビーノ。知ってるぞこの辺のメンバー。お、そしてパスカル。なんだディアスにボールを集めるって言ってもなんかすごいパスワークがしっかりしてますよ。いる僕が好きな設計図プレイを得意としてますね。最終的にはディアスなんだけど、そこまではこうねちょん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 パスを出してねかく乱させるっていう。来たぜディアス。よーし勝負。見してやる。これが俺のハヤブサチャックルだ。スマッシュ。お惜しい惜しい惜しいよ。さすがタイミングを合わせることに定評なる言った。これは最後に打ってくるか。ひょっとしたら最後に打ってきそうだな。打たせない。よし5対2サンパウロアルヘンチノスを下しました。次はあまたヒューガメキシコシティ VS ロサンゼルス。あレベルアップなし。あそうかチームは違うのか。はいということで、無事サンパウロは、準決勝突破。次は決勝戦になるんですかね。そして、こちら日向君のサイドでは、準決勝を、戦っていく予定です。はいそしたら本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回は日向君のターンなんで、皆さん一緒にコーラでも飲みながら楽しみましょうね。はいそれではまたね。さよなら。